とぶり。今回は信長の野望大使実況していきたいと思います。前回は足利家の大名で包囲網を連発されたところまで。この規模になると包囲網はある意味楽になってしまうね。包囲する側が強いといいけど、弱いとどうしようもない感はあるよな。コメントでもいただいたけど、攻められてからの反撃が楽なのも大きいね。防衛しつつ即反撃に移れるからな。そうそう、決戦に勝ってしまえばあとは、という感じはあるんだよね。その包囲する側も減りつつあるけど、どうするかだな。総武事例はもう出せるから、あとはどこまでやるかというところではあるね。足利家の動きを見つつ、楽しめるところまでやるか。そうだね、年代的にはまだ桶狭間前だし、私的な最短年数での統一もありそうだからね。で、今残っている敵は六角家だけど今川家にあげる予定だよ。だから、六角家とは講和する。毛利家とは戦うの面倒なので心中でもさせられないかと進展してるけど。敵視されてる。攻め滅ぼすしかないのかな。六角家と講和して長い包囲網生活は一旦終了。元成が騒ぎ出してるな。寝返りやすい連中がいるうちとしてはヤバい体名なんだよね。え？さっきまで一緒に戦ったでしょ。弱ったら借りに行く感じか。かわいそうだから六角家についてあげよう。片付けない。六角家が陛下してほしいって。いいよ、いくらでも使いな。宇治安さんは太っ腹やで。平和な時期は1ヶ月と持たないようだね。また来たか。正直、少し楽しくなってきてるんだよね。少し？ごめん、ものすごく。だよな。今回は大内家を潰す感じかな。近畿周辺に動員かけないとな。敵が我が領内に向かっております。大内家は動くのが早いな。野島城ね。こちらが有利は場所なのに。潰して反撃だな。あれ？準剣所は？周りに忍び乗りばかり立ってるし。どういう防衛方針だったんだろ。全部で6個軍団を動員したよ。おまけの鈴木家も潰さないとだしな。邪魔くさいのはどんどん処理していかないとね。大内家も2個動員してきたか。今川家が六角家に宣戦布告した。これは今川家に参戦するよね。悪いけど、ずっとも優先だから。直か。彼らしいな。で、六角家に貸してた兵は返してもらったよ。今度は野島で決戦だ。いろいろと忙しいね。問題なく勝利。このまま反撃と行くよ。まずは四国切り取りかな。そうだね、毛利家を盾に使いつつ四国、そして中国に戻って九州という流れかな。四国攻めの動員も始まってるしな。まずは鈴木家討伐か。え、あれ？最下城付近は戦場が狭かったか。きちんと確認しないとな。無駄に兵を失ってしまったね。白地城で迎撃してきた福留勢を撃破。四国の中心、白地城は早めに攻略したいところだね。とか言ってたらそのまま攻略したし。これはありがたいね。まずは土佐を攻略していこうかな。いよいよ中国方面から攻め込んでるからな。次も瀬戸内海の島で、久秀が無事勝利。そういえば、久秀は寝返らないね。まだまだ寝返りの人生が足りないかもな。寝返り人生久秀版もありかな。だな。場外決戦はいいけど、負ける戦じゃないんだよね。そのまま秋城攻略。どんどん、奥へと進行していくよ。東と佐は朝倉城以外全部包囲してる。兵糧が100万ほどあるから湯水のように使っていくよ。7月には80万近く収穫があるしな。話してる間に江蘇城を攻略したようだね。当時攻略してると追いつかない。四国勢集めての反撃か。無謀すぎるね。攻撃して負けたら一気に行かれるのにね。行かれなくてもじわじわ攻略はされていくけどな。詐欺の森城攻略。次は大叙城かな。今川家が六角家を滅ぼした。結構持ちこたえた方かな。生き延びさせてやってたが正解だけどな。毛利家も動くかな。集結はしてるな。でもまずは四国攻略。攻撃されてない城の方が少ないけどね。この状況で迎撃しようとしてるのがすごいよな。そりゃ、西の竜王打ち家だもの。
それが崩壊しかけてるけどな。敵が我が領内に向かっております。毛利領を通って攻撃してくるか。毛利家も滅ぼすしかないんじゃない？そうだね、手心加えて意味のある相手じゃないしね。最下城攻略。立ち戦だ。立ち時を上げよう。鈴木家が滅亡したね。足利家はどんどん味方が減っていくな。いいように使っているだけだから仕方ないよね。ゆずき城攻略。これで四国の城は終わりだね。攻略途中はあっても攻略開始してない城がなくなった。久秀勢には中国へ進攻してもらおうか。戦場があまり良くないけどな。そこは諦めだね。森氏勢が曽根城攻略して四国は残り4つ。森氏勢にも中国へ向かってもらおうかな。宇治安勢が久保川城攻略で残り3つ。四国勢圧がこんなに簡単だとは思わなかったよ。大内家がもう少し抵抗してくるかと思ったもんな。ほんともう少し頑張ってもらいたかったよ。あとはどんどん攻略していくだけだな。まだ生きてる総敵さんが大内勢を迎撃。末程度では負けないね。じゃあ、おじいちゃん対決でも隣を潰しに行かせるか。そうだね、毛利攻めの準備に入らないとね。総敵頑張れー。あれ、戦場上限は問題なかったのに。元成が一枚上手か。そうなれば、こちらは数の力で押し切るよ。宇治康が南から、あと追加で2個軍団動員したよ。物量の豊穣になりつつあるな。元成第2ラウンドはサタイフガー。宇治勝利。城を攻められて兵が減っていたからね。そういう意味での陽動も成功という感じだよな。城を攻められたら兵を戻す仕様だからね。各所で敵勢を撃破しつつ城攻めをしていく。大内家はもう終わりかな。大勢力が手応えなさすぎなんだよな。北条家が強大だというのもあるんだけどね。島津家も大内攻め中か。多少は漁夫の利を取らせてあげようじゃない。あ、城攻め委任するの忘れてた。徳山館を攻略、逃げ出したってことはまさか。大丈夫、兵糧はあったから。ね。逃げ出すと疑う癖がついたな。周防高森城も攻略。四国が終わる前に中国が終わりそうだ。あまり早いと兵力が分散するから勘弁してほしいんだけどね。でも、攻略速度を遅くしろとは言えないもんな。そうなんだよね。で、大須城も攻略。どんどん中国方面に転進してもらうよ。片付けない。行くとしましょう。九州上陸はまだ早そうだな。牽制程度かな。宿毛城攻略で四国は残り一つ。大内家は総崩れ起こしてるし、このまま九州も攻略しちゃう。イケイケだな。出陣ぞ。日野山城攻略。横田勢は佐藤金山城に向かってもらうよ。それで毛利家は滅亡するはず。出陣するぞ。元成に敗れた総敵さんが失意のまま亡くなった。リベンジさせてあげたかったね。山口館攻略。もう攻める先が九州しかないね。鏡山城攻略で毛利家はラスト一つ。もうじきいろいろと片付きそうだね。雫城は城外決戦。何もしに急がなくても少しでも時間稼げば講話の根もあるのにな。北条家も一揆が起き始めたらさすがに講話考えるからね。進め。高津城攻略で中国はの残りは清末城だけに。残すは九州だけだね。もう一回包囲ができるぞ。戦争状態がリセットされるのがいいよね。でもさ、島津家と隣接してない？そういえば。ああ、島津家も包囲してきた。仲良くなれると思ってたのに。まあ、島津家ともども滅ぼすか。そうだね。中国付近にいた島津勢は宇治安さんが撃破。やばいかなと思ったけど、島津家もそこまで強くないのかな。遠く遠征してたからな。疲れてたかもね。大内家が5万以上集めて御詰めに来た。九州勢総動員という感じかな。それでも久秀が勝つんだけどな。これで兵はかなり減っただろうから一気に攻略していきたいところだね。四国の残り、西園寺家も包囲してきてたんだった。負けた。戦場が狭すぎた説あるな。楽勝だと思って全然確認していなかったよ。こりゃ負けるわ。確認重要だね。
大森城は問題なさそう。実りの秋、収穫が待ち遠しかったんだよね。70万近くの収穫で備蓄は100万近くある。大森城では兵が逃げ出した。大森城にいる部隊は何なんだろ。気にせず黒瀬城に向かう。準剣城を奪ったのか。戦場上限が逆転してるね。大森城攻略が先だったか。大雑把になってるから今後はよく確認しないとね。この今度は問題なく勝利。決して砕けはしない。西園寺家も終わりだね。横田勢が佐藤金山城を落として家をもらったぞ。毛利家は滅亡。この時代の毛利家はやりがいありそうだよね。大内に雨子がまだ強い時代だからな。黒瀬城をもう攻略した。波状基地導入したからかな。かなり遅い導入だけどな。小倉城付近で決戦。勝ってはいるけど徐々に兵が減っていっているね。追加で動員することも考えないとな。そうだね、島津家攻めもあるしね。どんどん倒せ。まだ大内家が粘る模様。島津家に何も動きがないから助かってるけどね。足利家に無理やり参加させられてる感じだからな。そうなんだよね。あれ、白い谷城付近は戦場が狭かったか。地形的に山だもんな。攻略する軍団が不足するね。この城、久秀勢が清瀬城攻略して中国地方は攻略完了。報告忘れたけど四国も制圧済みだから残すは九州のみだね。大内家島津家両方叩き潰してやる。今川家が頑張ってる。ケオ、普通に負けたね。もう少し頑張れよな。小倉城攻略。その間に氏康勢まで敗退したので追加で3つほど動員をかけたよ。一気に城攻略していかないとな。続いて高取山城攻略。立花山城にご詰めだ。この大内勢を撃破すれば当分集結する余裕はなくなるはず。なんとか勝利。よし、動員をかけた軍団も到着するから一気に城を包囲していこう。大内家にとどめ刺さないとな。立花山城攻略。白い谷城攻略。大内家の残りの城は半分近く包囲できる状況にあるよ。島津家が動かない限り大内は終わりだな。島津家は国境付近を固めてるだけだから何に問題ないかな。ごちゃごちゃとしてきたな。こうなると誰がどこを攻めてるか把握してないよ。落としたら次の城って感じだもんな。まだ迎撃する元気があるか。弱者にしよう。秘伝の兵を全部動員した感じかな。となればもう終わりが近いな。あまり勢もどんどん攻めろ。片付けない。行くぜ。ついてこい。大内家討伐がもうじき終わりそうなので島津家も進攻を開始するよ。秘伝鹿島城攻略。もう攻める城が嬉しい悲鳴ではあるね。手を打とう。大内家を滅ぼしたらそのまま南下して一気に島津家を叩く方針だよ。四国からの上陸に成功したら速攻かもな。それはありそうだね。どんどん攻略は進んでいるけど北条家の戦いは次回で最終回。まさか東北攻略した上に九州まで来るとはな。最初の方針ではさっと二条五所攻略して総武事例を出す予定だったんだよね。それが気づけば九州まで来ちゃったんだもんな。強い勢力だと最初の大きくする段階が省けるからすごく楽なのはあるね。大内家からの使者なんて切り捨てろ。聞くだけ聞いてあげないと。というわけで影虎勢が九州に上陸して、薄木城を攻略したところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。出陣する。